はい、こんにちは。えー、てっちゃんの興味津々。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、あの、緊急配信で、えー、この動画を作らさせていただいてます。えー、っとですね、今までずっとね、ここを僕、えー、っとね、YouTube 始めて3年ちょっとなんですけど、ずっとね、あの、支援していただいてた、えー、方の中でね、リスナーさんの中で、ちょっとね、最近、えー ちょっところっと変わった人がいましてねあの僕はねあの正直あの別にこのチャンネルから別のとこ行かれても何をされても僕はねあの別にどの子の言う資格もないし権利もないと思ってますただねあの急にねあの僕のその以前からいるアンチの方々と 同じようなことをね、コメントに書き込んで、消したり、書き込んで消したりという方が現れました。でね、非常に残念です。で、残念なんで、本当はね、こういう動画を上げるのもどうかって悩んだんですけど、えっと、今あの、僕のところに、えー、3、4件、その方の、えー、クレームが入ってきています。で、それは、えー、っとね、 あの何のきっかけがあったか分かんないんですけど、まあ、急にね、あのーまあ、自分とまあ胃,がそ胃の沿わないことがあったんでしょうあの急にね、あのー、私のところにもライブにも来な急に来なくなったんですけど、まあ、親子でね来なくなったんですけどこの方たちが、まあ、この方ね一応ねいろんなまあ人と会ったりね、あのー、個別にやり取りをしたり。 してたみほたんで,でねこの方あの結構ねあのトラブルメーカーで、えー、僕ね最初はねああいう人だなと思っててずっとねあのいい印象しか持っていませんでしたただあの周りからねいろいろクレームが来るとね、えー、ちょっとやばいかなとそんで結構ねあのアンチとアンチが手を結ぶとかね あとちょっとねあのちょっと常識では考えられないような行動を起こすようなことになりましたんで僕のことだけをね悪く言うのだったらまだいいんですけど、えー、まあアンチの方と一緒になってね同じようなことをねやり始めるとかねあとはあの他のリスナーさんに迷惑をかけるとかねあのー。切れて 暴言を吐くとかね。いまして僕のところにこう、えーえー、なんていうんですかね、あのー、アンチと同じコメントを出す人。もう完全にもうね、これはもうアンチになったということで、あのー、あえて名前を言います。でね、これね、名前というかアイコン名です。でね、今はアイコンがね、若干変えてるみたいですけど、えっ、ー、とね、残念なんですけど、 佳子さん佳子さんでこの加古さんがもうちょっとおかしくなってます何で,でおかしくなったか分かりませんただ本当にねあのー、個人的にね DM だとかメールだとかいろんなことでこう、えー、関わった人たちが何人もいるんですけどその人たちがあのー、ちょっとねあのー いい人かと思ったら全然とんでもなかったというような話もね聞こえてきますで確かにねあの誰が誰とねお付き合いをしようがお話をしようが私の知ったことではないですでもう確かにあのこの佳子さんのところに私のリスナーの方の中でも何人か行かれてると思いますまあ数名名前聞いてます、えー、数名聞いてますがその人に行くななんていうことは僕は言えませんし勇気もありません ただ、あのー、佳子さんから聞く情報を真に受けるとかね、洗脳されないでいてほしいというふうに思います。でね、どうもね、佳、あ、子、のー、さんに近い人がね、えー、1人2人いるみたいでね、私のところにも来ていただいてる方でもね、あのー、1人2人います。で、まあ、何食わぬ顔してラ、あのー、ライブに来られてる方もいらっしゃいます。でね、別にね、 あの情報を取りきているのか見ているのか何しているのか分かりませんがそれはそれで勝手なので僕は何も言いませんただあの後でねあの人すごい人だったなんていうことにならんようにね、えー、気をつけていただければ僕はいいと思いますあの誰が誰と付き合おうがね僕はそんなことは感知しませんただ僕のコメントを荒らすとかね私のリスナーさんの迷惑になるようなことをするとか そういうい人は、えー、許しませんあのー、少なくとも今加古さんはそういうことをやってるでねもう意固人になってるのか意地になってるのかわからないしもともとそういう素質だったのかでねこの方ね前もねあのねこれねあの佳、ー、子さんが仲いい人以前いたんですよでねいたんですけど でねなんかちょっと僕が言ってることと意見が合わなかったらもうこのチャンネルには来ませんっていう人がねこの周りにね34人いたんですよ一緒になってで一緒になっていたんですけどみんな帰ってきましたみんな帰ってきました帰ってこないのは実は佳子さんだけですで、ね、別に帰ってきていただいても全然いいしだけども周りに迷惑をかけるとかね まあ自分で YouTube を上げるとかなんとかっていう話もあるらしいんで僕は知りませんけどねだけどねあのー、あのー、あまりねこうまあ本人ねこれ見,見ると思いますけどねもうねあのー、迷惑をかけるなら二度と来ないでほしい見なくて結構あのねあのー、アンチコメントをね ところどころでバンバン打つようなね、そういう卑怯なことはやめてください。もうね、あの、手のひら変えたみたいに何がね、不満があるのか知りません。何が気に食わなかったか知りません。でも、このチャンネルは僕のチャンネルなんです。僕のチャンネルが不満だからといってね、アンチコメントを書き込むとかね、そういうことはやめてください。まあ、やってもいいけど別に。見たらブロックするから <laughs>。見たらブロックするからいいんですけど、 あのー、来てた人がアンチに変わるっていうのは非常に悲しいことではあるんですけどねもともとそういう素質なんでしょうでアンチが近づいていってあるいはいろんなところに首突っ込んで,でアンチの言うことを信じたんでしょう、まあ、そういうことはそういうことで結構だからもう二度と来ないでほしいで、あのー、最後にもう一度その私のリスナーさんにもう近づかないでほしい。あのー 近づいてね、なんか相手も喜ぶんだったらいいけども、今まであなたが近づいた人は、全員迷惑してます。だから、今、佳子さんに近あの、ツ通ツになってる人、何人かいますよ。もう誰か名前も全部聞いてます。聞いてますけど、あのお好きにどうぞ。しかし、後から嫌な思いをしても、それは自業自得ということで、よろしくお願いします。じゃあ、佳子さん、さよなら。